妻木き子、または、明智ち子は、戦国時代から安土桃山時代にかけての女性。明智光秀の性質。最強時の母所生年不詳ながら、一説に、協力三年頃、長女として生まれたと言われる。細川綾木よると、向き影湯ゆひ門の、半広の女とあり、細川忠興の室の母であることから、この書伝は信憑性が高いとされる。 夫婦仲は非常に良かったとされ、結婚直前に放送にかかり、左方にその後が残ってしまった広子を、光秀は気にせずに迎えた、工事2年、光秀は長良川の戦いで、斎藤道三に組みしたため、三の嫡男であるもののこれと対立した斎藤義勝によって、明智城が落とされると、光秀は、身重の広子を背負って、越前へ逃亡したなどの逸話がある。 本拠を失い浪人した光秀は、美濃から越前に移り、朝倉義陰に仕えることになるが、生活は苦しく、そのような中、連ガ界の催しを光秀が担当することになった。主演の用意に苦労する光秀を見かねた広子は、自分の黒髪を売ることで費用を苦面したと伝わる。元の国年に、松尾芭蕉が、門弟の山田また、の邸宅でその妻に宛てて用泣く。 月サビよ、明智が妻の話セムはこの逸話にちなんだもので、場所は丸岡を訪れた際に少年時に伝わる、この逸話を聞いたと考えられ、月も静かにひっそりと照らしてくれ、明智が妻の昔話をするほどにという意味である。天正四年十月十四日、ひろこは病気になり、光秀は平夜の祈祷を吉田金美に依頼している。十月二十四日には平夜したので、 被災券というものが銀一枚を持参して礼に行っている。11月2日には吉田兼美が広子の病気見舞いのために光秀の京都の宿所に行き、光秀と面会をしている。天正4年11月7日または6月7日に死去。去年は46、または36、42とも言う。光秀が重病となった際の看病疲れが元で病死したという。は、 福月神、雄大寺。滋賀県大津市の明智市、妻ま氏の菩提寺である、西京寺に墓がある。しかし、明智軍記によると、天正十年の坂本城落城の時の言動を、記し、年齢四十八歳で死去としているがこの説は、信用できないとされている。令和二年八月、滋賀県大津市の少女来号寺が所蔵している仏。 ネハンズーラキ神明にヒロコの海名が発見された。これによると、天正9年以前にヒロコが亡くなっていた可能性が高くなった。ありがとうございます。